皆さんこんにちは、かよです。今回はこんな感じのメイクアップをしてみました。はい、今回はコーラルオレンジを使いたいなと思ったので、こんな感じのメイクにしてみました。よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。どうぞ。はい、じゃあ今日もメイクやっていきたいと思います。キールズの DS クリアリーホワイトトリートメントトナーを使います。これ使ったり使ってなかったりするので、あんまりまだ使った使用感の実感が白くなったとかわからないんですけど、まあでもすごいね、使い心地はいいし、香りも好きだし、自然の香りっていうかラベンダーっぽい香りがして、なんか昔はラベンダーの香り好きじゃなかったんですけど、最近はね結構好きですね。大人になったんですかねなんかこう自然っぽい草っぽい香りが昔はそんなに好きじゃなかったんですけどね、全然最近は。そんなにオーガニックのものとかって結構香り系不思議なものとかも多いじゃないですか。だからそれで使い慣れちゃったからそんなに気にならなくなりました。やっぱりキールズ好きですね。すごくさっぱりするけど保湿力があるみたいなものが多い気がする。この同じシリーズのキールズ DS クリアリーホワイトブライトニングエッセンスっていう美容液かな、ちっちゃいサンプルサイズなんですけど、なんか地味にねちょくちょく使ってるんですけど、なんか内容量がしっかり入ってて、こんなちっちゃいのになくならないんですよ。すっごく水っぽいです。これはすぐになんか馴染むっていうか、私が最近よく使ってるチャーンドバックのプロポリスよりもすっごくねサラッとしてて水っぽいです。朝使う美容液には結構いいかもしれない。時間がない時とかは浸透するのを待つ時間とかもね結構億劫だと思うので、このホワイトニングシリーズで揃えるのもいいなと思います。まあそんなにね安いお値段ではないので、バンバン買えるやつではないんですけど、すごくしっとりするけどベタベタではない。はい、じゃあクリームもキールズで仕上げます。キールズの回し物みたいなキールズはこれはねいただき物で、なんか彼がキールズのハンドクリーム買おうと思ってネットで注文したら顔用のクリームだったらしくてなんかキールズのクリームさっぱりしてる、このハンドクリームとか言って使ってたから、そうなんだとか言って、見してとか言って見たら、これハンドクリームじゃなくないって顔用のクリームだよって言ったら、そうなのとか言って、じゃああげるって言ってくれましたたまたまもらったんですけど、このクリームが本当良かったから、それでなんかキールズが気になって買ったりするようになりました。まずこの YSL のラディアントタッチブラープライマーを使います。なんかねこれに見た目が似てて、こっちクリオのなんだっけな、これ名前忘れちゃった、モイストプライマーかなを似てたから買ってみたんですけど、意外と質感が全然違くて、こっちの方がみずみずしい感じだから保湿力がすごくありそうな感じで、美容液みたいな感じでした。だからもうこれもね結構好きは好きなんですけど、同じ質感だと思って使うと全然違うっていう感じでもね、クリオのものはね結構どれも私的にはいいなって感じるものが本当多いので、ハズレが本当ないブランドな感じです。 YSL に似た下地最近多いじゃないですか。だからいいですよね、こういう下地好きなので試したいなと思いつつ、なんかこれがね結構なくなりかけてて、もうすぐで使い切れそうなので、なんか使い切りたいと思って結構これも頻繁に使ってます。はい、じゃあファンデーションはこの VT の歯科成分のパフのやつ、なんだっけこれを使います。こんな感じの、本当面白いですよね、ついついね見せたくなっちゃう。何回も使ってるから、もう見てくださってる方は知ってると思うんですけど、これはねカバー力っていう感じではないんですけど、今ちょうど肌荒れニキビがあるので、はい、こんな感じで軽くワントーン上がります。で結構これはねペタペタしちゃうんですよ。なのでしっかりとパウダーで抑えた方がいいかなと思います。ではこのエレガンス使っていきます。保湿力はかなりあると思う。なんか最近発売されたナーズのクッションがいいらしいですね。クッション私置き場所がないぐらい結構持ってるので、最近あんまり買わないように心がけてるんですけど、なんかよかったらレビューしてくださいみたいなコメント
メントがいくつか来てました。じゃあちょっとこのアロエのやつで描きます。はい、OK です。はい、眉毛は安定のこのエルフで、これ安いのに全然減らないんですよね、使える内容量で。こっちに鏡入ってるし、この粉タイプとジェルタイプが付いてて、いい感じの眉毛が描けるみたい。私は粉の方しか使ってない。ジェルの方は結構色が濃いから今の髪色には使えないかなと思って使ってないんですけど、ジェルの方もまあ悪くはない。別に粉だけで十分描ける感じがします。粉だけだと物足りない方とかはジェルがあるといいかもしれないですけどね。エルフは昔アイハーブで買いました。そう、アパレルメーカーで働いてた時は休憩中にね、アイハーブでお買い物するのが趣味でしたねはい、そしたらまたこちらナチュラルブローシェイパー01番ブロンドを使います。はい、こんな感じで OK です。そしたらアイメイクやっていきます。はい、ではまずこのインテグレートトリプルレシピアイズ、この一番明るいカラー、そしたら次にここのカラーを使っていきます。そしたら次このカラーを使います。メタリックが綺麗な。はい、こんな感じです。そしたらディオールのこの色を使います。したらここのカラーを取って、したらこの目の下にちょっと最近ハマってるこの色、濃いめの赤を一番最後に、またヌードレシピに戻ってこのキラキラをのせます。今日はちょっとファンデーションが気持ち白めなので、ちょっと下ら辺にしっかり入れてきます。まあ、照明が当たってるからっていうのもあるんですけどね。ハイライトはこの前使ったキャンメイクのを使います。これすっごくツヤツヤになるので、つけすぎ注意なんですけど、さーっとつけます。こんな感じでいいかな。そしたらチーク、同じキャンメイクのグローズインカラー05番の上のカラーだけでチーク入れます。もう今日は目元が結構グラデーションで印象的なので、ふんわり入れるくらいで、なんか激しい色は使わないようにします。なんかそういう時にいいですね。なんか目元を強調させたいから、チークはそこまでメインにさせたくない時とかに使いやすいチークかなと思います。ちゃんとくるくるくるって何度もしてあげて馴染ませてあげます。インラインはこのホリカホリカで描いていきます。外側のラインはちょっと茶色系をここら辺に入れてるのでいいかなと思います。最近ムロツヨシさんが大好きで、なんかすごい見てると元気出るんですよねYouTube とかでムロツヨシって検索したりすると、ムロツヨシさんのドッキリとかいろいろ出てくるんですけど、どれを見てもいい人なんですよ。なんか新作発表会とかそういう系の、普通にボケる必要ないみたいな、普通のやつとかでも全力でボケてて、全力でボケててっていうか、なんかこう周りを笑わせようと頑張ってて、 RMK ダブルマスカラのロイヤルバイオレットのこっちのバイオレットカラーを使ってきます。なんかその全力さがすごく魅力的だなって思って、見てるだけで笑顔になるっていうか、やる気が出る。男として好きとかじゃなくて、人間として魅力的な人だなっていう感じで、すごくいいなって思って見てます。なんか元気が出る人っていいですよね。そういう人好きなんですよね。なんかで、なんかそういう人が逆にプライベートとか好きな人の前とか彼女とかの前とか奥さんの前とかでどんな顔するんだろうみたいな、そういうのも含めて好きですリップはまずこのエリザベスアーデンのリップクリーム塗ります。これ好き。はい、ではこちら最近発売された夏の限定なのかな、アナスイのリップスティック ST601 番を使っていきます。こんな感じのバラになってるんですよ。もうすでにね、結構使っちゃってるのでバラがいなくなりつつあって悲しいんですけど、バラになってます。は
はい、こんな感じの結構ねオレンジ系のもうお鼻がほぼいない。可愛くないですか。ちょっとシアな感じのオレンジです。今日のメイク完成です。イエーイ。ちょっとオレンジ系のリップを使いたかったので、こんな感じの結構グラデーションをメインにしてラインは引かずにやってみました。では着替えて戻っていきたいと思います。じゃあね。はい、ということで今回もこんな感じでメイク記録してみました。出来上がった顔がこんな感じです。オレンジもね好きなのでちょくちょくオレンジメイクもしてるんですけど、割と虫が飛んでる。ここまでオレンジリップ、しっかりしたオレンジリップを使ってコーラルオレンジ系のメイクしてなかったなと思ったんですけど、なんかね最近東京はまだ寒くて、だからまだちょっと夏だっていう感じのメイクをすると長袖だしあれってたまになるんですけど、もうね7月なのでコーラルメイクもねやりたいなと思ってやってみました。このリップすごい可愛いのでオレンジリップ探してる方はぜひぜひ見てみてください。ということで今回はこんな感じのメイク記録でした。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタやツイッターもねやっているので、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。